常設仲裁裁判所のあるハーグの平和宮殿常設仲裁裁判所の定約国1907年1899年未定約国常設仲裁裁判所の法廷常設仲裁裁判所は1899年の第1回ハーグ平和会議で設立された常設の国際仲裁法廷でオランダのハーグに設置されている1899年に採択された 現状薬は1907年の第2回、ハーグ平和会議で改正され、103の国が現状薬、または改正条約のいずれかを批准している。国際司法裁判所と同じハーグの平和宮殿内に設置されているが、別の機関である。常設仲裁裁判所は、国家、私人、国際機関の間の紛争における、仲裁、調停、 国際審査を行うために常設されたもので、業務は国際法と国際司法の両領域を含む。常設といっても裁判官名簿と付属的機構の国際事務局と常設評議会があるのみで不完全なものとなっている。国家をまたぐ企業の取引に関する紛争を仲裁する国際商事仲裁は、その都度主要各国で国際仲裁裁判所が開かれる。 国際司法裁判所や国際海洋法裁判所と違い、常設仲裁裁判所は相手国が拒否しても手続きは進めることができる。紛争当事者は裁判官名簿から裁判官を選定する。その判決には法的拘束力があるが裁判所は執行する権限は持たない。当裁判所の公的な作業語はフランス語及び英語であるが、 紛争当事者間で合意された言語で改定することもできる。当裁判所の手続き規則は UNCITRAL の仲裁規則に基づいている。ハーグ手法ポータルはハーグに所在する国際機関及び国際裁判所のあらゆる情報及び文書へのアクセスを提供しているが、当裁判所とも密接な連携を保っており、常設仲裁裁判所重要裁判所の 作成プロジェクトを立ち上げている。ザハグエジャスティスポータルハーグ、司法ポータルハット PCA アワーズザハグエジャスティスポータル。ありがとうございます。